はい、どうも、しこべです。どうも、坂田です、今回はですね、はい、2位を最高者そう、また最高シリーズ最高選手シリーズやっていきたいなと思います。最高するね。はい、やっぱり健康 DB はね、頭使っていこうと。そうですね、いうことなんですけど、僕しか使ってないけどね企画考えるのも頭使ってます。そうそう、ブレーンですからね全部小見さんが考えてます。そうそう、はい、で、健康 TV のね、まあ、人気動画の一つに、うん、ステップワーク、まあ、サイドステップを、ねはい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 、最高してみたっていうのは、まあ、多分元祖最高してみたと思うんです。なるほど。あれが多分もうすぐ1万回再生、はい、あの中でね、あの股関節の内旋、あの、まあ、ヒップロックポジションの形で紹介してるんですけども、はいはいはい、まあ、それが2位なんじゃないかと。なるほど。膝が危ないんじゃないかという質問とかね、なるほど、よくいただくんですけど、はい、もう一個あったっす。あのね、高齢者の女性で骨盤前傾して内股の人が多いですと、はいはい、いうコメントもあったんです。ああ、なるほど。それって多分別なんですよ、うん、高齢者の内股の2位と、はい、スポーツやってる人の2位ってちょっと別なんで、はい、その辺をちょっと対抗してみようと、ちょっと分けてね、思います。いろんな2位をちょっと考えて、はい、いこうかなと、はい、思いますので、まあ、ぜひね、やっぱスポーツやってる人健康 TV 多いと思うので、うん、参考にしていただけると嬉しいなと思いますので、はい、高評価ボタン押して続きの動画をぜひご覧ください。はい、それでは行ってみましょう。はい、それではお願いします。はい、ステップの時に、はい、僕らがこうね、はい、対戦してやれと、こういう動きやれって言ったのは、はい、いいんじゃないかっていう、はい、まずこれね、はい、質問からいきましょうか。はい、確かに膝だけこう入れたらいいんですよ。こうそうで、僕らが言ってるのは、はい、大腿骨を、はい、内側にねじりなさいなんですよ。あ、だからこうね、膝を内に入れるとは言ってないですよ。膝が内に、こう、膝を内に入れる。そう、膝を内に入れるっていうのは足の向きそのまま、はい、そのままこうなんですよ。とか、まあ、つま先が外向いて膝が前。そう、だから大腿骨を内にねじるので、つま先と膝の基本的に一緒なはず。ソロはず、はい、だからここから回るから全部まっすぐこう。そうです。こっちも全部そうソロよ。はい、膝だけこのアングルで見たらまっすぐじゃねっていう。そうです。確かに膝は内側に向いてるけども、はい、全体の関係性から言ったらまっすぐ。そうです。そう、これを両足ですると、はい、分かりにくいじゃないですか、はい、でも片足で説明すると、はい、ニーっていうのは膝が内に入る、上半身の重心がこの膝より外にいってたらこういうふうに崩れるんですよ、はい、こういうのニーで、もう一個こう、なんでこう上半身の重心がこっち行くかというと、はい、全額面上の安定性がないから。ない。この2位っていうのは実は内旋じゃなくて全額面上の動きなんですよ。対岸の側屈みたいな。そう、だからこれは回旋で直さなきゃいけないですね。あ、だから骨盤に対して大腿骨が動いてくれないといけないです。大腿骨に対して骨盤が動いてくれないとダメです。大腿骨に対して骨盤が、要はもう動かない骨盤でこう動くんじゃなくて、はい、こいつに対してこれが動く練習をしないといけないです。こういうこと。そう、そういうことです。これができない人が、要はじゃあ膝内入るから戻せって言ってもあんまり意味がないです。あんまり、はい、じゃなくて骨盤のコントロールで。そうです。内旋を作る。そうです。基本的にこいつは力を伝達するために軸揃えておきたいんで、はい、こういう風にしたりとかこういう風にしたら力がまず伝わらないじゃないですか。逃げちゃう。こいつに対してここをコントロールするわけです。こっちをコントロールして、そう、こっちに。そう、だから上半身の重心が大きくぶれないようにしたいので、大腿骨の上を骨盤が動くようなエクササイズをしない。なんかね、前十字靭帯とか結局体幹がこう、側屈がコントロールできなくて、結果的に膝が入って、はい、まあ、そう見るとこれって実は外転じゃない。外転です ね、 ね、はい、だから直し方としてはもう、はい、健康 TV の動画で、はい、もう嫌なこと言ってますけど内転内線なので、こうなってんだったら骨盤を回してもらいます。回した状態でこういうスクワットみたいな。そう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 、そうで、こういうアングルを揃えて、そういうこと。ただもう、これだと芸がないので、はい、ちょっとあれ、アレンジした。次回は。はい。はい、ではね、その、はい、まあ、骨盤、股関節、はい、コントロールできない人の修正方法。まあ、これを、はい、やりたいわけですね。はい。だから、こうなるような負荷をかけてあげるんです。
なるほど。はい、なんで小宮さん右足前に出して斜めにする。右手で持ちます。はい、で僕斜め下から引っ張ります。はい、で、体重は前足に乗せてもらって、はい、後ろ足は軽くついてます。はい、で右手を頑張って思いっきり引いていきます。体はそう、どうですか。伸びてます。はい、なってますね。はい、伸ばして外旋引っ張る内旋、そうそう、強く引こうと思ったら絶対こうなりますか。そうです。このまま引けないですよ。そうです。そう、そして使ってる筋肉はですよね。はい、はい、そういうことです。なるほど、そういうことです。さすがですね。はい、勝手に勝手に勝手に理想の形を作るっていう。そうです。トレーナーとしての腕の見せ物です。そうです、そうです。めっちゃケツきついですで基本的には、はい、普通にだから歩行とか考えると、はい、こうじゃないですか、はい、こうじゃないですか。出てる足のこっちが引いてるじゃないですか、はい、これを強調すれば勝手に内旋で出るはずなんですよ。なるほど。ただそれを腕振らないとか、ああ、今こうスマホとか持って歩くもの、僕ですね、はい、機能が低下するんですよ。もともと体に記憶されてるんですよ。こうしたらこうなる、こうしたらこう歩くなるよ。そうそうそう、それが退化してる。だから進展が強いとそもそも入らないんですよ。外旋して歩いたりとか、はい、するじゃないですか。だからまあもちろんこれを直すっていうのも大事なんですけど、はい、まあ、意識してこう直すんじゃなくて勝手にこのパターンをだし、もうこういう姿勢だからそもそもできないんだよ。確かに。こういう姿勢をまず戻していくっていうのが大事なんです。全身に対して子たちって進展パターン強くて改善できなくて、はい、で筋膜貯金を使いやすい人たちなんで、そう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 、でもここから直さないとダメだし、よく病院とかでやるフォワードランジでこうなるのをならないようにしてっていうふうに言ってるだけで直そうとするのは無駄です。根本的にはね。そう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 、結局これもね、ここが変わってなければ、そう、何かのコンタクトで結局こうなってこうなる。そうです。そうです。ここのヒップロックができてないんですよ。そうです。で、Tローテーションとかあるじゃないですか。はいはい。あれも結局こういう形にやってもできないんですよ。ああ、そっか。こうなってる段階でこの、そう、股関節がはまんないから。そうそうそう。だからそこから直していかないと意味ないよ。リーンの予防イコール、前十字靭帯の、まあ、リハビリにもなるじゃないですか。そうですね。はい。だからイコールを考えても。考えても。いいかなと思います。はい、というわけで、はい、に最高締めだということでね、はい、まあ、その股関節の内転内旋をしっかり作るということは別に2位じゃないし、そうそうそう、あの怪我につながるわけじゃない、はい、まあ、むしろ内転内旋が作れないから結果として2位、そうですね、前十字切っちゃうから、はい、まあ、そういう怪我につながるし、はい、まあ、そのパフォーマンス上げるって考えても足のアングルが揃わないから出力がバラバラになって、はい、そうそうそう、飛べなかったり、そうそうそう、走れなかったり、そういうことです。サイドステップ遅くなったり、はい、ここでも繋がっていくと完璧です。ありがとうございます、はい、僕も一応トレーナー、小宮さんもう一個忘れてました。何ですか。あの高齢者のあないですね、すみません、忘れてたんで。高齢者のやつはまた次回やっていいですか。またちょっとやりましょうか。はい、はい、というわけで今日もね、最後まで見ていただいて、はい、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。